相葉雅紀です。キャロウェイ青山店の魅力をお伝えする第3弾でございます。前回前々回とアパレル、このウェアやって、その次はクラブやらせていただきましたけども、今回は第3弾どんなものが出てくるんでしょうか。スタッフの方をお呼びしたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。相葉です。よろしくお願いします。キャロウェイパターフィッティング担当の柳田と申します。パターフィッティング、はい、パターフィッティングっていうのは主にどういったことですか。はい、例えば相葉さん、はい、靴やウェアを選ぶときにご自身のサイズに合わせて選んでいただいてますよね。そうですね、はいはい、クラブやパターもご自身に合ったものを使っていただくとゴルフが楽しくなる、そしてスコアが良くなるって言われてるんですよ。その長さとかですか。長さとかヘッドの形状とか重さとか、はい、おっしゃる通りです。今日はパターを、しっかりとご案内させていただきたいと思います。よろしくお願いします。こちら地下に来ていただきましたけれども、はい、地下にはこういったねパターのコーナーがあるんですね。すごい数のパターですけど、はい、実際こちらで試打していただくこともできるんですね。むちゃくちゃ穴いっぱいありますね。穴いっぱい、そうですね。ここからまた選んでいただくんですけれども、はい、相葉さん、はい、そうしましたらいつも使っていただいている形はどういった形になりますか。今はこういうタイプですね。ブレードタイプ。ブレードタイプ、はい、わかりました。これを使ってます。ありがとうございます。こちらでは、はいはい、持っていただきまして、どうぞこちらお上がりください。お客様が実際来ていただいたときはお客様が使っていただいたパターをお持ちいただくんです。ああ、そうなんだ。そのパターを使って計測のデータというのが実際こうやってね、パソコン上に出てきます。例えばフェース面だったり、カップに対してですねフェースがまっすぐ構えられるかどうかを見ている、あとは打点がどこで打ってるかっていうね。あ、そこまでわかるんだ。はい、このパター台なんですけれども実はある機能が備わってまして、はい、今少し音が出てきたと思います。あれ上がってる、はい、台自体がこうやって傾き始めました。うわー、傾斜がついたんだそうですね、傾斜がつきます。はい、お、暗くなった。こちらのラインを見ていただきます。どうですか、実際こうやってラインが出てきました。これラインを教えてくれてるってことですか。そうです。入れるにはまず真ん中の太い線、この線が、はい、メインラインとなります。ジャストタッチで行くんであれば少しこの右の、そうですね、そして強めに行くんでしたら内側のこの1本で。すごいな、このラインが読めないんですもんね実際打ってみていただくと、実際ゴルフ場行って。そうですよね。お見事です。ラインがあったんですごい分かりやすかったです。しっかりとそのライン見ていただいたというところで、今ねフックラインでしたけれども、スライスとフックってどちらの方が苦手ですか。逆のスライスの方が苦手意識あるかもしれない。ありますか、はい、少しスライスライン変更したいと思います。では苦手だというラインですね、はい、これをじゃあスライスラインと決めていただきたいと思います。スライスラインな、ほら難しいよ。そうですね、苦手なライン克服ということで、はい、頑張ります。頑張ってください。こんな感じ、今読みすぎてしまいましたと、ね、こんな感じです本番。入れたい、一回入れていいですか。一回どうぞ。ここだ、分かった、ここだ。おー、ナイスです。ありがとうございます。ナイスパットです。楽しい、はい、相葉さん、はい、パター体験いかがでしたか。もうちょっとやりたかったですね。そうですね、なんか本当にこれだったら無限にいろんな傾斜が作り出せるわけですよね、はい、上りも下りも で、なおかつパターもフィッティングしていただけるから自分に合ったパターが分かると。そうですね、自分の一本ってなったらすごく大切にするし、ぜひ皆さんもフィッティングしてみてはいかがでしょうか。